今日のゲームを振り返っていきましょう。はい、先発は石川でした。立ち上がり、はい、やっぱり不満の立ち上がりやっぱりしますよね、ストレートカーブだけでね。そうですね、ただ力は温存しているような立ち上がりですよね、はい。小屋にはフォアボールを与えたんですが、ゼロに抑えました。さて、一方はホークスキラーというバファローズの先発は西、こちらの立ち上がりはビッシビシでした、まあ、石川非常に、ね、西らしい立ち上がりですよね。シュートスライダー、はい、やっぱり横の、ね、幅を使いながらピッチングするというね、もう完璧という立ち上がりになりました。さあ、2回の石川ですが、こちらは徐々にという感じでしょうか、はい、少しずつ変化球が入り出してストレートのキレも、まあ、戻ってきましたよね、このイニングは三者凡退。さあ、その裏バファローズの西の方なんですが、ワンアウト一塁三塁から上林がセンターへの犠牲フライを打ちまして、はい、ホークスが1点を先行します。まあ、その前の中村のヒットが大きかったですよね、三塁になりましたから。そうですね、で3回ランナー2人を置いてバッターは松田、内をえぐられての外、はい、これも最後まで効きましたね、このホームランね、はい、これが3ランアーチ、2試合連発になりました。 4-0、ツーアウトからでしたから、もう西に取ったら痛い球だったですね。本当ですね。で、中盤に入ってからのこの石川になるんですが、仲間も救ってくれました。そうですね、やっぱりテンポがいいですから、守る方も守りやすいんじゃないですかね。前回は12奪三振がありました。で、今日のピッチングはあまり三振という感じではありませんでしたね。そうですね、やっぱり情報がストレートも速いということで早打ち傾向はありますけどね、そして5イニング目、ここも内野ゴロの山を築いていきます。さあ、この中島は力ないスイングでレフトへのフライで、この球、はい、もうこれはもう今日1位のボールでしたよね、マレーロ三振。さあ、5回まで依然ノーヒットになりました。6回もノーヒット。さあ、7回だ、まあ、うわ、このいいボールですよね、これで行っちゃうかね、思われたんですが、まあ、ちょっと逆球だったんですね、外側に構えてインコース来てますから、これでノーヒットノーランはなくなりました。ただこの後ですね、きっちりこう、いいように岡田にも投げてますし、はい、これ思った以上に飛んだんですよね。そうですね、よく取りましたよね、はい、7回まで1安打0に抑え、このグータッチでした。さあ、8回へ岩崎です。37試合目登板、そして今日が38試合目でしたが、今日はいかがでしたか。まあ、まだストレートのキレというのは本来の岩崎らしくないですね。でも悪いなりにやっぱりフォークボールを駆使しながらというのは、まあ、回のリードにもよるでしょうね、はい、そして西の方はもうね、140球を超えるというピッチングになりましたね、はい、まあ、熱投というかね、よく頑張りましたよね、まあ、次につないでほしいですけどね、はい、そしてホークスの方は最終回はモイネロ、はい、あっという間に終わりました。まあ、今日はあまりストレートのね、見れませんでしたけど、やっぱり柔軟なピッチャーですよね、はい、はい、ということで、見事先発の石川が勝った。2試合連続7回1安打無